皆さんこんこにちは、スストトロンゲストです今回ご紹介する本は、はい、こちらです地上に星座を作る石川直樹さんです。でですね、石川直樹さんは何か写真家ということになっているようなんですけれども、私はそのですね、冒険家とか探検家に近い写真家でいらっしゃると思います。 でですね、まあこちらはいろいろなところを七年間まあ旅してあのまあその都度お話を書いた集大成なんですけれども、まあじゃあちょっとどこに行ったかというのがこの本の裏に書いてありますの、ね、でちょっと読みますね。えっ、ー、と山形ネパールバングラデシュムスタン国崎半島韓国ペルー福島ヒマラヤ富士山えっ、ー、とパリサハリンベトナムカナダ パキスタンオーストラリア能登知床白鯉ノルウェーシベリアアラスカ宮古島。 まあですねこれだけのところへ行って写真を撮ればですねなかなかの量になるしまああのそこのですね地域のことも詳しく書いてあってですねまあこの人の独特の感性といいますかもうとても丁寧に書かれていますのでまあ何でしょうね読んでてこうホッとするというかそのような素晴らしい本ですでですね石川直樹さんはまああの世界一周というのをですね普通の人ですと例えば赤道あたり をですねあの基準にぐるっと横回りするかと思うんですけれどもポールトゥポールと言いまして北極から南極南極北極のような縦の一周をした方なんですねまあ、なかなかそういうことをあのされる方というのも珍しいかと思いますもうとてもですね感性に満ち溢れたいい本なのであの読んでみていただきたいと思います はい、今回もご覧いただきましてありがとうございました。またこのようにですね何か心がホッとするようなあのいい本がありましたらこちらでご紹介しますので次回以降もまた是非見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。